い、皆さんこんにちは、フラワーティストシェフです。今日は紅葉を、ね、入れたアレンジメントを作っていきます。今7月、今日撮ってんのがね、7月実は今日いくんじゃっけ7月6日か5日か、まあいいや今日撮ってんのが6日7日ぐらいなんですよね。ちょっと曜日すぐ分からなくなっちゃうんですけど、まあいいや、なんですけれども、この7月にの頭に紅葉ってすごいと思いませんっていうか、皆さんのために揃えました。早く紅葉見たいでしょ。あの、秋になんなきゃ本当は見えないんですけど、もうほんと先取りで、もう今ね、すごいこういい紅葉はね、ものすごくお金は高いです。高いですけど、まあ皆さんにぜひ紅葉を見てもらいたくて奮発して、今日は紅葉を使ったアレンジメントを皆さんにお届けいたします。じゃあ行ってみましょう。行くぜ、カモン。はい、ではアレンジメントを始めていきます。今日はね、こちらの器を使っていきます。そしてこれが七かまどの紅葉ですね、ライデンですね。これすっごい綺麗ですよ、マジで。今7月の頭ですよね、こんな綺麗でいいんすか、いいんすか。じゃあ行ってみましょう。まず、枝物なんで、この下の枝の、いつも言ってるね、下のところをね、こう削ってこう平たくしますね。で、動かないようにしましょう。で、表と裏しっかり見極めていきます。こう回していくとよくわかりますよ。はい、ここ裏です。はい、ここ表ですね。まあ、日が当たってるからこう綺麗な色をしてます。日の当たる方が表ですね。はい、次にレッドダレ次にこれレッドダッチェスっていう葉っぱを入れますね。これね、こっちの色も綺麗なんですけど、この裏がね、なんといってもね、僕好きなんですよね。だから必ずこの葉っぱね、僕裏見せちゃうんです。今回も裏見せていっちゃいます。これですね。はい、次にですね、このクイーンプロテを入れていきます。今回葉っぱみんな取っちゃう時もあるんですけど、今回は僕は葉っぱを残してみようかな。少しこうやってくっついちゃってるから、ギュッギュッってやってこう開かしてあげて、こういう状態にしてちょっと使ってみますかね。まあ後で取っちゃうかもしれないんですけど、これも刺す部分は平たく、必ずこう平たくしてホームへのダメージを少なくしましょうね。続きまして、こちらの赤ドラセナを入れていきます。これもちょっと加工していきます。こう丸めて、でホチキスでね、留めます。でその時に、まあ、こうよく言ってるんですけど、この葉っぱの葉先はね、出した時と出さない、出した方がいい時と出さない方がいい時とあります。まあ、出した方がいい時はちょっと動きをつけたい時ですね。これね、幅が細いのが欲しくなる時があるんですよ。その時はこう裂いて細くしてから丸めましょう。変色とかも特にしないで大丈夫ですよ。やってみてください。そしたら、この後ろの方のファンデーションワークにこの手まり草を使っていきましょう。はい、そしたら次にこのちょっとね、色の変わったスタージーズですね。ブラウン系の薄いような感じですね。
これを少し埋めながらと流しながら埋めて長いものも入れていきます。こうまっすぐ使うものと、必ずこう花材をねこうまとめて入れていく時もこうなんつうのかな、よくこうギュッとまとめちゃう人いるんですけど、あれはねはっきり言って脳がないです。少しこうアップダウンを作るとか、うん、僕はねナチュラルグルーピングって呼んでて、まあ、うちのスクールでもこれをナチュラルグルーピングって呼んでるんですけど、こうただのグルーピングはヨーロッパの人に任せましょうね。日本はわびさびの世界なんで、グルーピングもわびさびをつけていきます。もうガチガチに固めるのは欧米の方だけで、日本人はアップダウンをつけていきます。そしたら次にこのガーベラをね入れていきましょう。今回こう丸いねポンポンしたガーベラですね。かわいいですね。ガーベラは必ずフォームに刺すときはワイヤーをインソーションしてください。インソーションっていうのは、まあ、ここの中にねこうやってワイヤーを入れていく。割と空洞になってるんで、すっかりつけない、すっかりじゃなくてすっきりと思います。はい、これでガーベラが入れ終わりました。そして最後にこのウイキョウをね入れて完成としましょう。ウイキョウはちょっとこうかっこいいラインが出るので、それをうまく利用してみますね。そしたら最後と言いましたが、ここでスターチースでちょっとラインをつけていきましょうね。はい、こちらで完成です。じゃあ正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ちょっと紅葉を入れて個性的な感じで仕上げてみました。まあね、いろんな紅葉はいろんなねアレンジメントにこう適用というか入れること合わせることができるので、これからはね紅葉がいっぱい出てくるととても楽しみですね。ぜひねいろんなアレンジメントにチャレンジしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。